はい、どうもデルです。さて今回はですね、ザ・ジェットボーイ・バンガーズがザ・ダンスデイにおいて披露した2つのパフォーマンスのね、映像、まあダンスプラクティスって言った方がいいのかな、動画がですね公開、されておりましたので、こちらね見ていきたいなと思います。リアクション&感想トークしていきたいなと思っておりますけれども、いやー今思い出してもですね、ザ・ダンスデイのね TJBB のパフォーマンスっていうものは本当に圧巻だったなと思っております。トレンド入りもしてましたから、本当に多くの方々をね、引きつけたんじゃないかなと、魅了したんじゃないかなと思っておりますけれども、その凄さだったりとか、こういろんなところをねこうリアクションしていきながらお話しできればなと思っております。まずはですね2つのねパフォーマンスの動画をねリアクションしていきます。でその後ね、感想トークまたラジオに戻っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでいきましょうか。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。本編へゴー。はい、というわけでそれではですね、ザ・ジェットボーイ・バンガーズのダンスパフォーマンスで見ていきましょうか。ザ・ダンスデイにね披露したやつですよね。まずは決勝大会予選の方でねパフォーマンスした方からね見ていきたいなと思います。では再生いきます。 3,2,1 再生な、ポチャン。はい、始まりました。うわー、この入りのグネグネからやばいよね。いやー、やべえ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 、うわぁ。すげえな。こうやって改めてね、ダンスパフォーマンスで、ね、出してくれるのいいですよね。うわぁ。バチイカしてんな。いいねー。キレがやばい。やばすぎるだろ。おい。やば。ちょっとゲーム音っぽいんだよね。やべ。わぁ。やば、もうすごい、あい、やべえ、たまんねえ。一気にね、緩急やっぱすごいよね。だからこそなんだろうな、引き込まれるというか、見放せないというかね、見逃せないというかね。えい、やば、スキルフルだな本当に。激しいね。でこのね、またね、緩急も良かったんだよね。この予選のさ、これがあるから次が効いてくるんだよね。決勝大会の決勝のやつがね。やべえ。やーば。えい、最高でございます。やばいね。さあ、お次はですね、決勝大会の決勝の方で見せたね、あの宇多田ヒカルさんのやつですよね。見ていきたいなと思います。Face My Fears ということでね、見ていきたいなと思います。では行きましょうか。3、2、1、再生な、ポチョン。さあ、始まりました。いや、入りからやばいのよ。本当に。やば。さっきの荒々しさと違って、この繊細さんな感じ、やばいよね。やっぱ、このね、振りが効いてるんだよね。うん。プロだよね、まさにね。やばすぎる。いや、このさ、LDH っていうさ、要素と、D リーグっていう要素をもう、ガチャンってしてるよね、本当にね。異次元だよね。新世代だわ、本当に。やばいんだよ、このフロアが。いすげえ。あい、このヒットすげえな。やーべえな。みんなマジ格段に進化してるよね、本当にね。いやー、キレがすごい。やば、これやばかったね。いやー、すごいな。いや、たくみくんってほんとやばいよね。ほんとにすげえ。ここ、たきくんとたくみくんが揃ってるっていうのもね、やばいんだよね、ほんとに。で、しょうくんもまたね、すぐ、うわー、すごい、アクロバティック。もう、あっという間なんだよ、終わりが。指先たくみくんの、
はい、というわけでですね、リアクションをね見ていただきましたけれども、どうだったでしょうか。いやー、あの感動が蘇りますよね。1本目の方ね、荒々しい方のダンスに関してはインスタグラムのリールからですね引っ張ってきてるんですけれども、2本目に関しては YouTube にてね、公開もねされておりますので、概要欄にねリンク貼っておくので、よかったらね YouTube 結構画質いいので、見ていただけたらなというふうに思っておりますけれどもですね、いや本当にね、このザ・ジェットボーイ・バンガーズのパフォーマンスっていうのは本当に僕もびっくりしました。やっぱり、ザ・ダンスデイ当時ですね期待して見ていたんですけれども、そのね期待を超えてくる、パフォーマンスだったなというふうに思います。もちろんね、やっぱこう彼らっていうのは LDH に所属していて、EXILE TRIBE のね、後輩グループ EXILE 魂を継承するというようなところでもあるんですけれども、そのまたまた両面としてですね、D リーグでも活躍しているっていうことがあって、どっちかっていうとこう D リーグのですね要素っていうのを多分に含みながらも、この LDH 魂といいますか、こうプロとしての魂っていうものも、見せつけたんじゃないかなというふうに思っております。なので結構ね、個人的には予選の方を D リーグを結構ね重視してる、要素として多いのかなって個人的な感覚としては思います。で、2本目はこうアーティストとしての表現力と、また D リーグとしてのねこう構成力だったりとかっていうところを結構ね、強く詰め込んだ結構ハイブリッドな作品だったのかなと思いますね。やっぱ個人的にね、やっぱ2本目がね効きましたね。やっぱ1本目のこう荒々しい感じといいますか、本能的なむき出しなねダンスっていうのがあって、そこがいい振りになってて、こう2本目のパンチ力を生んだんじゃないかなっていうふうに思います。もしこれが逆であってもどうだったのかってわからないんですよね。でも逆だったらちょっと評価落ちたのかもしれないなって、この順番だったからこの妙が起きたんじゃないかなって、個人的にはね思っているんですけれども、いや、やっぱね2本目いいよね。だってね、2本目めっちゃあっという間なんだもん。作品として多分1本目と2本目ってあんまり作品の長さ変わんないと思うんですよね。でもやっぱ個人的に2本目の方が、あ、すぐ終わってしまうというか、もっと見たいみたいな、もう少し見たいみたいな、そういう風な感覚になるので、やっぱね引きつける力っていうのはやっぱ2本目結構あるんじゃないかなって。やっぱ1本目で自己紹介なんですよね。1本目でスキルフルなところを見せて自己紹介、でも2本目っていうのは本当にスキルなんですよ。これってまあの、なんでしょう、繊細で、なおかつ、緻密で、結構ね、やっぱこう、音の取り方むずいっていう中で、ああやってね、バチで決められるっていうのが、やっぱこう、スキルの高さをね、証明できてるんじゃないかなと、個人的にはね、思うんですけれども、いやー、TJBB ね、ここから飛躍できるといいですよね。やっぱこう、注目集まってほしいです。やっぱ彼ら本当にすごいんでね。でね、やっぱ TJBB に言えることは、これからまあ、作品を作るときに、全体的にやっぱこう、ダンスのね、スキルの高さっていうものを入れられるといいですよね。結構 TJBB って後半にねこうダンスシーンを入れがちなんですけれども、なんか全体的にねこう入れてくれるとなんかねより、いいんじゃないかなというふうにね思いますね。いや、ザ・ジェットボーイ・バンガーズどうでしたか。本当にザ・ダンスデイめっちゃかっこよかったでしょ。俺がねやっぱおすすめする理由がわかりますよね。ザ・ジェットボーイ・バンガーズ僕好きなんでね、本当にね、やっぱこうでもね、やっぱネオ・エグザイル世代の中でもやっぱ圧倒的なねダンス力を誇ってるんでね、これからもね次世代のねエグザイル、トライブとしてですね、まあエグザイル魂、もう本当にエグザイル直下型なんでね、エグザイルさんがいて、エグザイルザセカンドさんがいて、そのアキラさんがね、中心のアキラさんがプロデュースしているグループっていうこともあって、やっぱこうね、やっぱ TJBB にはね LDH をね底力をね見せつけてほしいなと思っておりますし、エグザイルトライブ LDH をもっともっとね、盛り上げる存在になってほしいなと思います。でですね、まあもちろんね今回の2本もそうなんですけれども、今なんかこう決勝大会進出記念ということでスペシャルサイファーがですねインスタグラムだったりとか TikTok だったりとか、まあ SNS でね投稿されております。そのね、サイファーもねめちゃめちゃやばいんですよね。まあちょっとね、ザ・ダンスデイにね、ちょっとすがりすぎじゃないかと思ってしまうんだけれども、でもね、それぐらいやっぱこう出たかったっていうか、ね、届いてほしかったというか、そういう思いがあると思うので、ぜひともね、よかったらね、見ていただけたらと思います。本当に、まあ自己紹介みたいな感じになってます、ダンサーのね。だから、本当に大事なのは、次の作品ですよね。まあ、
is time it みたいな感じだったかな。なんかこう次のね、作品も決まってます。ちょっと名前はね、覚えきれてないんですいませんけれども、ちょっと先だったんでね、情報がね、とりあえず新曲がね来るのが決まっているので、7月ですかね。なのでその MV でどれだけね、多くの方々をね、しっかりとねチームジェッツに入れることができるかっていったところだと思いますので、 TJBB にもね皆さんね期待していただけたらなというふうに思っております。それではまた次の動画でチャンネル登録やコメントお願いいたします。ではまたね、バイバイ。